こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。今日は副業にはね、直接関係はないんですけど、まあ、あまりにも間違えた対策というかね、してて、まあ、危険だなということを最近思うんで、まあ、それに対する情報をシェアします。もう今ね、炎天下の中、あるいは運動中でもね、マスクをしろ、マスクをしろということで、まあ、本当ね、倒れそうな顔してマスクをしてる人とか歩いてますけど、これマスク着用してね、外を歩いてる、炎天下を歩いてると、熱中症のリスクが高まります。現にこれね、マスクを外しましょうという呼びかけ、これ別にアンチ、コロナウイルス、コロナ風邪ですとか言ってるね、どこかの誰かが言ってるわけじゃなくて、これね、きちんと、厚生労働省の情報として、マスクを外しましょうと。まあ、ところが人間の考えってね、一方通行にしか行きませんからね。今これ、どこのスポーツジムも、何の施設もね、暑かろうが人がいなかろうが、マスクをしろ、マスクをしろというふうになってます。ですからね、外で遊ぶときはマスクをしない。マスクをしなくてね、それをとがめるような人がたくさんいるところには近づかないというのはね、正しいコロナウイルス対策なんで、まあ、これね、子供なんか嫌がる子供なんかに無理やりマスクさせてね、熱中症になった日には本当にもうね、目も当てらんないんで、マスク外しましょうというね、呼びかけ、厚生労働省してます。とりあえず、私の知ってる限り、友人、知人、まあ、少なくとも Facebook で4000人以上友人がいて、まあ、その知人まで入れると、まあ、一人の人が大体200人知ってるって考えると8万人人がいますけどね。友人、知人の範囲で熱中症で死んだって人はね、いますけど、あるいはね、直接のコロナウイルスにかかって死んだんじゃなくてね、コロナウイルスのせいで、まあ、自粛の要因によって死んだ人はいますけど、まあ、コロナウイルスで直接かかって死んだ人はいないと考えるとね、もう全然命に関わらないコロナウイルスを恐れてね、熱中症で死んじゃっちゃ本当、まあ、馬鹿げてるとしか言いようがないんで、くれぐれもこのマスクね、熱中症予防のためにマスク外しましょうと、厚生労働省歌ってますんでね、これ勘違いせずに、暑い中ね、子供がね、外でね、マスクするの嫌がってマスクしなさいなんて怒ってね、マスクして運動させたりしないように気をつけてください。まあね、あんまコロナのこととか云々っていうのはね、まあ、発信してもどうなのかなと、輸出にも副業にも関係ねえだろうと思ったんですけどね、まあ、間違えたね、情報でひどいことになってはしょうがないと。まあ、お金、あるいはね、快適に暮らすために必要な、情報を与えるというのがね、私のサポートのモットーなんで。まあ、私の考えとは全く違うんでね、このコロナ、堀のコロナウイルス対策なんか聞きたくないという会員さんが多ければやめときますけど、逆に聞きたいという会員さんがいたりね、なるほど、それいいねという声があればね、発信してきますんで。まあ、これ、今日のサポートメルマガでアンケートを入れときますんでね。まあ、なるほど、聞きたいと勘違いしてましたというようなね、情報が、あるいは感想があればお聞かせください。また逆にね、それはもう全然いらんと、ね、輸出、あるいは副業のね、情報だけに、特化して余計な情報は流さないでくださいというんであれば、それはそれで、貴重な意見なんでね、どうぞ、お寄せください。ご感想、ご意見、ね、ご要望をお待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。